思いましたけども、幸宏さんが亡くなってしまいまして、加藤さんの元に行ってしまいましたよね。え、加藤さんのあの葬式お別れ会の時にね、幸宏さんと一緒にこうお室を運んだりとかした覚えがあります。この番組にも来てくれってね、あのまあフライフィッシングが大好きな人でしたから、僕もフライ好きですけどって、どこ行くのってから管理釣り場行くんですけどと、管理されてる釣り場があるんです、管理釣り場って、管理釣り場っていう川があるのかってみたいな話をずっとしてて、まあでも幸宏さんは僕の中では多分ね、ミュージシャンの中でね一番おしゃれな人でしたね。お会いしても緊張するぐらいもう圧倒的におしゃれでした。もうなんかセンスの塊っていうか、だから会っても緊張してましたね、いつも、うん、本当におしゃれなんですよ。あの若い時からだからね、もう育ちが違うから、もう僕らとは本当に目黒でしょ、もう大きな会社の社長さんのご兄弟ですよ。お兄さんはね、あのバズのあれを作ったかった、いつだってどこに、ケントメリー作った方がお兄さんですからね。で幸宏さんはとあのバズの東郷さんとかと一緒に音楽やってたでしょ。プロになっ、まあちょっと幸宏さんの話になりますけど、僕が知ったのはね、高橋幸宏って名前はもうなんか結構アマチュアじゃなかったのかな、ガロのバックをやってたんですよね、70年71年ぐらいかな。だから幸宏さん僕らで3級上なんで19、20歳ぐらいの時なのかな。若いよ、高校生ぐらいからもうだからプロのような仕事され、みんなねこのね東京の、前も言ったけど東京生まれの3級上の人たちはね、めちゃくちゃお金持ちの あのお子様で、皆さんで売れたいとか売れ音楽でどうのとかじゃなくて、かっこいいことをしたいってだけな人たちだから、人よりもかっこいい音楽やりたいとかね、そういう人たちなんでね、なんかねガツガツしたとこがないんですね。これがもうだから僕からからしてみると憧れの先輩って感じでしたけど、ガロのバックやってる時の音源があるんで聞いてみる。これね、中津川フォークジャンボリーの71年のあのベースが小原玲さんですよ確か。幸宏さんと小原玲さんがリズム隊を固めて、でガロはトミーとマークがエレキギターですからね。聞いてみましょうか。はい、中津川から、これガロですよ。まあ僕らのレパートリーでもあります。それこそデビッド・クロスビーが参加していたクロスビー・ストレス・ナッシュ・アンド・ヤングのカバーです。オハイオね。ちょっと聞きましょうか。ドラムこれ幸宏さんですよね。そうだと思うんだよな、71年だから、ね、ボーカルさんにちゃんと確認しないと、いやあれはもう幸宏やめたやつなんだよとかって言われちゃうかもしれないですけどね、でもまあそれぐらい前から幸宏さんと小原玲さんも鈴木茂さんも林達夫さんもみんな3級上ですよ、まあ、ストヤさんも皆さんそういうね、もう高校生ぐらいから注目されてやつさんで、加藤さん、加藤和彦さんに見出されてミカバンドの第2期ドラマーになったのかな。第最初のドラマーって角弘さんですからね。でも角弘さんスペースバンドって自分のバンドやりたいんで辞めちゃって、その後加藤さんに誘われて、まああれ小原玲さんと一緒にあれかな、小原玲さんと一あの加藤さんが最初知り合ったんだったかな。それで幸宏さんもあの一緒にということで第2期サディスティックメカバンドに参加するんですね。僕ね、あのサディスティックメカバンドってみんなあの黒船とかあの辺が名盤っていう風にね
一番いいと言ってますけど、僕一番好きなのはね、実はファーストアルバムなんですよ。もうやっぱりなんかキラキラしてポップでね、やっぱセカンド黒船とかってさ、完成されちゃっててちょっとプログレっぽいじゃない、なんか、うん、だからミュージシャンが聞くには多分セカンド黒船とかがいいと思うんですけど、なんかね加藤さんがやってるバンドっていうことでファーストが一番なんかそれっぽい感じがしてて、幸宏さんとかね、小原さんなんかも多分新鮮だったんじゃないですか。二十歳ちょいぐらいですからね、72年かなこれ。だから51年生まれだから21歳ですね、幸宏さんね。73年間21、2歳だ。で、あ、そのファーストアルバムの中で前にもこの番組でかけたことあるんだけど、僕一番びっくりしたのはその幸宏さんの ドラミングで、もうねこのアルバム聴いててね、2曲目の頭なんですけどね、すげえこのドラムすげえなと思ったのが、今日かける曲なんでね、まああちこちで YMO の話は出てるけどさ、みんなねやっぱ一般的には YMO の幸宏さんなんですけど、僕の中ではこのやっぱりミカバンドでのファーストアルバムの2曲目のこの頭のフレーズ、これが高橋幸宏なんですよ。はい、じゃあサディスティックミカバンドの、ファーストアルバムの2曲目です。作ってんのはミカさんと高中さんだったかな、ギターの。ミカさんのあのちょっとねボーカルはあの小野横さん的ですけどね。解決シルバーチャイルド。